皆さんこんにちはこ、えー、こと海トリポロでございます、えー、こちらの箱書きはですねこれ堂本、えー、印象さんの、えー、箱書きですね、えー、晴れの夏聖火というんでしょうかね、まあ、これ掛け軸の、えー、箱書きでございますけれども堂本、えーまあ、印象さんといいますとあの、まあ、京都でも大変まあ,あの深いゆかりの深い作家さんでございまして、まあ、京都のみならず、えー、東京もですね浅草寺の上の上の 大きな天井画もですね書かれていたりですとか非常にまあ全国でご活躍されたもう日本画の大化の先生でございますけれども現在もあの京都の北区絹笠のですね立命館大学の向かいにですね京都不律道元印象美術館という非常にあの美術館の造形もですね特徴独特でですねあの中入っても本当にまあ昭和の 雰囲気を残しながらですね、異空間な仕上がりになっております。まあ、当時から本当に斬新なあ作家として京都でも知られていたわけですけれども、えっ、ー、と近年はですね、あの風景画とともにですね、あのこういったこういわゆる抽象画というのがあの非常に評価が上がってきております。 印象さんというと、よくあの、まあ、水辺の,です、ね、あの村の風景なんかをよく描いておられましたので、まあ、そういった掛け軸ですとか、あるいは楽になった作品、非常に多いんですけれども、まあ、晩年に、1960年代から晩年にかけて描かれていた、こういった抽象の作品がです、ね、今、このモダンな、モダンアートがもてはやされる時代にありまして、非常に評価が上がってきております。 なかなかですねあの点数は少ないんですけども例えばまあこういったですねあの、まあ、金を背景にしてですね、まあ、筆を走らせたようなものですとかあるいは少しこう手が入っておりますけども造作に少しちょっと抽象のイメージをあしらったもので、まあ、ちょっと擬心化したものを表現したりですとか、まあ、こういった作品なんかはですね、まあ、なかなかないんですけれどもあの 出てきた時には非常にマーケットも反応して非常に高くなる場合がございます。 またちょっと変わり種ではですね、こういった陶板、陶器、ガラス、まあ、こういったものも先生、晩年の方はお作りになっておられましたので、こういったものもきちっとした箱書き、切り箱に入っているものはですね、あのそこそこ,こ、値段が上がってきているというような印象でございます。堂本印象先生のお作品、日常を描いた風景の作品以外もですね、こういった抽象画を高く評価してお答えしております。ぜひ印象先生のお作品ございましたら、私ども、絵画コット買い取りプロ、東京の銀座にございますけれども、 お電話いただけたらと思っております。いつもの通りご案内でございます。海外コート買取プロ、東京銀座のシューカードという画廊ですけども、では、買い取り専用ダイヤルとしてフリーダイヤル設けております。0120126コートまでお電話ください。オペレーター、男性も女性もですね丁寧にお答えして、皆様の疑問に解決できるようにやらせていただいております。ぜひお問い合わせお待ちしております。